ECW オリジナルズ ECW オリジナルズはアメリカ合衆国のプロレス団体 WWE のプロレス番組 ECW に登場していたプロレスラーのユニットである。日本語の放送では元祖 ECW と訳され2007年をもって解散。2010年にはティネにて復活しユニット名を EV2.0 と改めて活動した。 ECW 放送開始当初の内容は、旧 e c w のメンバーを中心に、RAW やスマックダウン、所属のレスラーたちとの構想がテーマとなっていたが、2006年より、若手レスラーたちが ECW へと流れてくるようになり、その若手レスラーたちの出番が多くなってきたために、旧 e c w メンバーたちが結束して、構想を繰り広げるようになった。これが、 ECW オリジナルズの誕生である。そして ECW オリジナルズに対抗すべく若手レスラーたちの中からビンス・マクマホンが期待をかけているメンバーで結成したユニットであるニューブリードと構想を開始。ニューブリードとの構想は2007年まで続き、レッスルマニア23でも対戦して勝利した。ニューブリードとの構想後、ECW オリジナルズとしての活動は減少。 若手レスラーたちが以前にも増して ECW で活動するようになり、果てには番組の趣旨も若手レスラーたちの登竜門へと変更したことから、旧 ECW メンバーたちは次々と解雇されるようになり、ECW オリジナルズは自然消滅となった。2015年にラッドリーボーイズがワイアットファミリーとの交渉でトミードリーマーとライノーを呼び込み復活したものの、またも 自然消滅してしまう。2003年、ジェームズ・ミッチェル率いる、怪奇派ユニットである、ディサイプルズ・オブ・ザ・ニュー・チャーチのメンバーにより、ECW というブランドをグローされ、挑発を受ける。そして、ECW オリジナルズの石となる形でティネにて、チームエクストリームを結成。4月23日にアルティメット新マッチを行い、試合の最後にはスラッシュが、ラダーに上り、 警報を取ろうとしたところ会場は暗転。ジャスティン・クレディブルの登場に救われ勝利した。後にユニットをエクストリーム・レボリューションへと改名して、セックスとのスキットを行うが構想に発展することはなく、ユニットは解散となった。2010年、ティネが BPV であるハードコア・ジャスティス2010にて ECW リユニオンショーを開催することを発表。 7月15日のインパクトにて、ログ・バン・ダムがアビストのプロモーションで襲撃された際に、客席から ECW メンバーが集結し、ティネのレスラーたちと激突。リング上は混乱に陥り、ディキシー・カーターが事態を収集する結果となった。翌22日のインパクトにてティネ版 ECW オリジナルズといえる EV2.0 を結成。 リック・フレアー率いるフォーチュンと構想を展開し、バウンド・フォー・グローリー2010にてリーサル・ロックダウンマッチで勝利を収めた。バウンド・フォー・グローリー2015、フォーチュンがインモータルと構想を開始したことにより、EV2.0 のメンバーは出場機会が減少。WWE 時代同様次第に解雇されるようになり、2011年にユニットは自然消滅という形で終焉した。 ありがとうございます。